どうもカゲヤンです。今日はですね、すべてはつながっているということについてお話ししたいと思います。もう僕今年に入ってからね、こういろいろ自分でこう活動をこう広げていってる状態になって、まあまあ全然認知されてないというか、まだまだこうマイナーもマイナードマイナーなんですけども。 ここれからこうメジャー,エコールの仕上がっていく形をとっていくようにこう自分でしていこうというふうに考えているんですけどもなんかねこの人生がねこうずっとねつながっている何かそのそこに意味があってというかその 人生の後半をこうよく良い状態でこう迎えられるためにですね、えー、前半の人生があったんじゃないかなとで僕は人生一応100年と考えてます100年をこう健康的に生きていくっていうことをこうしていこうというふうに思っていろいろ取り組んでることがあるんですけどもえー、だから 人生の50年その、えー、半分の50年はやっぱりそのいろいろと経験してその50歳から、えー、50歳からいうかこう50歳に向けてもう今ぐらいからちょっとこうよくなってはいるんですけどもそのこうよくなっていってこういい状態にこう持っていってそれを過ごしていけるためのね、えー、経験をいろいろとこうしているんじゃないかなと。 そういういいうろんなことがこう経験してあったんですけどもなんかその全部つながっててその経験があることによってですね今いろんなことが自分の中でセーブできていることがあったりとか、えー、考え方がこう変わっていってですねより良い考え方になってる。で あのまあ、自分で商売しててなかなかこう,うまくいかないというところがあるんですけどもその,その中でもこういろんなこう突破口を見つけていろいろやっていくことによってですね少しずつ結果が出てくる、えー、それがこういろんなこうほんまにこう。 まあ、いろいろ経験ありましたそ,そのことがやっぱり生かされていってるということですね。で僕はいろいろこう前半見ていくとですねやっぱり自分で考えて自分で行動を起こしていけばいいというふうに考えますね。そのいろんな人の話を聞いていすね、そのそれをすね。実行してみてもですね。あまりうますね。いくこうが少なまとないもうほぼほぼないかなと だからこうコーチングとかね、えー、コンサルとかこう、まあ、中途半端にこう中途半端に言ったら失礼ですけどされてた方の話聞いてもですね、えー、商売とかは全然うまくいくことはなかったそれよりもですね自分で納得してこう実感してこう,やこうなんじゃないかってやっていってる方がですね、えー、それがね、えー、うまくいく確率も高いですしそのうまくいかなくても納得ができるという状態になってるんでですねその やっぱりこう自分を軸自,自分を軸にしてこういろんなことを考えていくそこからこう行動を起こしていく活動をする、えー、そういうことをしていくことによってこう人生が開かれていくんじゃないかなというふうに思いますね。だから前半はちょっとこういろんなことにこう影響されすぎたところもあったりとか、えー、があってですねその うんなかなかうまくいかないことも多かったんですけどもそっからこういろいろこう特に今年はいろいろ考えましたけども、まあ、あの考える機会を与えてくれた、まあ、コロナのね影響でいろいろより考えるようになったしそ,のでそっからこう、まあ、コロナのちょっと前からなんですけどもそのいろいろこう,こう確実にこうコツコツと積み上げてやっていくのが結局は えー、近道というかその揺るがない成果を出す方法なんじゃないかなというふうに考えてます。ただ僕はまだ結果をこう出せてる状態ではないんでですね、えー、こうどうどう言うんですかねその。 結果を示せてない状態でこれを話してるんでですね説得力の面ではないかもしれないんですけども、えー、確実にこう結果良い結果というか、えー、それなりのものをこ,うこれから出していくとで、えー、この結果をね出してない時点から僕はこれを言っているという状態をこう作り出したかったんですねほんでこれを記録で残しておくとですねあもうこの時点でこいつこんなこと言っとったんやなっていうのがこう残るもう揺るがないちゃんと記録として残るんでですね そその証拠とととしししてててこここうううう残いいいくをるだからそのどう,うですかねチャンネル登録者数を増やすとかですね、えー、何かのためにやるとかいうことじゃなくてですね自分のこの考えをこの時はこうやっていうのをこう記録を残していくような感じでで後々ね結果を出した時にこう。 えー、見返してもらった時にああこういうこと言っとんやなっていうのがこう分かるとですねその時にこう、えー、説得力が増すんかなというふうに考えておりますほんでだから僕は、まあ、これはこれでねいいんですけどこれはまあ自分のためというか、えー、あまり何も考えずにこう、まあ、練習のためはあったりとかいろんなことでこうやってますけどもあのー、その人生のねこういろんなこう こととがあると思うんですけどもだいたいね前半がこう,うまくいかないとですねそのどういうんですかね下積み期間というかそういうものがなくうまくいった方が、えー、いい人はいいかもしれないんですけど僕が今考えるとこの下積みママやったら下積み47年じゃないですけど47歳なんでねそういう状態をこうね経験することによってですね こうものすごいねこうありがたみとかねそういう一つ小さな喜びをこう喜びとして感じ取ることができる状態になってるんでですねそこをこう大切にできる心というかそういうものをこうえ持つことができたなと。でこう冷静に見ることができてですねその状況でえどうであろうと確実に100%こっちが正しくてそれを。 正しいからといってそれをこう主張することもまた、えー、違うということをこう感じていますしそこそこは僕がねだから100%正しい正しくないっていうのはあまり関係なくてですねそこは、えー、自分の中で思ってたらいいだけでですね表面上はこう何も表さない状態というねまあ海平らかな海というかねそういう状態をこう 保っていく必要があったりとかですねいろんなこうやっぱり前半にこうなんていうんですかその、うん、下積みですね下積みと考えるまあ修行といえば修行ですけどえー、前ねえー、っとね修行されてる、えー、お坊さんのね、えー、お坊さんというかその修行僧の動画を見ましたけれどもねなかなかすごい大変な、えー、状態やなというふうにこう。 大変な状態かあっこまでのことを自分が今やってないんでですねうん今の状態であこのあの修行ができるかというとちょっと難しいかなと、えー、僕はまた違うやり方でこうもっとこう自分を磨いていくというかねいろんなことをこう上げていく。で僕は圧倒的にねそのなんかこう結果が欲しくてこういろいろやってるんですけどもその。 うんすごくこうしっかりとしたものというかこう代表的なものをこう作,る作らないといけないなと思ってそこでこううんあさすがにそあこれを作り上げたかっていうものを作ってですねそれでこうそこからこうのし上がっていく。 しかないのかかななといいううふうにしかないっていうことはないんですけど、まあ、いろいろ方法あるんでしょうけどもその一つ核となるものをこう作って作ってですねそこからこうグッとこう上げていくほんで、えー、人生が確実にこうよくなっていってるんでですねその、えー、こう今までのその経験というかそのしたことっていうのはこう確実に生かされるんでやっぱり。 人生前半後半でパッとこう分けれるわけではないですけどもそのやっぱりその人生はつながっていってこう徐々にこう上がっていってこう良くなっていくっていう感じを感じます。ということで今日は人生はつながっているということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。